真っ暗でこんにちは。どうもサドチンです。今回はですね、台東ステーション府中クルル店来ています。メリークリスマスということでね、今回やっていくのはこちら、ウサギ狩りをしていく。こちらのミッフィーミッフィーミッフィーちゃんブルーナです。撮っていきましょう。僕のね、知り合いにウサギ系 YouTuber がいるんですよ。ウサギ狩り系 YouTuber なので、僕もやってみたいということで、ぬいぐるみを撮る YouTuber がいるの。それでは1回目、あ、奥行きはここまでですね。いけ、頼む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 、よしよしよし、うまい。いやギリギリ出たね、ギリギリ出たよ。いい感じ。ポトンってなる。よし、オッケー。もう一台ね、これと同じ台があるんだけども、奥さんが苦戦してるんですよ。ほんとや。うん、多分全種類いってるんじゃないかな、頑張って。3種類かな。そう、全3種類。石みたいなやつと、石みたいなやつめっちゃ残ってるね。白と茶色、やっぱグレーが残ってますね。これでいけるかな。もう一回今の感じにやりたいけど届かなかったっすね。で、ウサギ系 YouTuber はこの前足にかけるって言ってましたね。あ、動きがいい。なんか掴んじゃダメだって、ウサギ系 YouTuber。 あの動画を学んで3クレ目。でもこれ以上奥行かないんですよ。これでもう届きません。こうじゃない、縦にする。そんなに持たないよ、お願い。そんなに持たない。どういうこと。いやいやいや、もういいんじゃないですか。いいんじゃない。で、背中がつるっとしてて、背中を持つのは結構厳しいって言ってたよ。4クレ目、さあどうだ。4クレ目、こっちを持ったら引っこ抜いちゃう気がする。アームで押せるかな。あー、ちょっと厳しいね。手前のアームでも厳しいですね。400円目、さあどうだ。あー、いい感じ。うん、でも奥がスルっていっちゃうんだよね、きっと。ほらね、あー、寄せてはいるけど、スルスル TV なの。押せると思います。あー、厳しいな。もうちょい奥にやりたいんだけどね。うん、なんかいい感じでしょ。感じはいいよ。スルスル TV、 これで後ろの尻尾にかかればどうなの。ウサギ系 YouTuber さん、ウサギ系 YouTuber さんいるんだ。喜んでくれるよ。だいぶかけられてますけど、500円ぐらい取れればね、最高っすよね。これなら押せるんじゃないかな。いけ、ウサギ狩り、よっしゃ。見てますか、参考になりました、ありがとうございます。さあ、それでは2匹目行ってみましょう。右アームでかけてお願いします。ちょっとはね、行きたいですよね。あー、いい感じいい感じ。そしてトントン、頭を持ってしまうと荒ぶってしまう。頼むよ頼むよ。あー、まあ乗っかってきたよ。ウサギ先生だけこの尻尾にかけると。ストップボタンはないかな。ストップボタンないよね。ストップボタンないか。あー、やばい。何？だからなくもないと思いたい。さあ、やってしまうのか。いやー、そして3体持ち帰るんや。頼む。あ、どう、届かないんだよね、あっち。普通にやったらダメ、把握。ちょっと縦になって、お願い。多分そんな持たないと思うんだよね。よしよしよし、あ、いいよ。立て直していく。この右アームがスルッと入るぐらい、スルッと。うめえぞ。さあどうだ、いい感じに。よっしゃ、先輩やりました。ウサギ狩り2体目ゲット。ウサギ狩りっていうとなんかちょっと表現が、ね、過激かもしれないけれども、許してください。あと1種類頑張りましょう。鉄を、ま、持って引っ張って。どうしても今日噛んじゃうんだよな、朝早いからダメなのかな。ノーバー、オーマイガッシュ。チェンソン君と会うのももう残りわずかか。どういうことですか。楽しいな。あ、今年ね。そう、今年ね。そうですよ、そこ重要ですからね。来年も会いましょうね。殺さないでください。そうね、はい、あ、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。明けおめっす。はい、やばいやばい、転がしちゃう。
これかけすぎちゃったダメパターン、うさぎ先輩に怒られちゃうやつ、しらすさんに。いいですね。いい、僕はすごいうまいと思った。うん、でも頭じゃねきっとダメなんですよ。パイセンが言ってた。ほら。本当だ。ちょっと転がってきて。ああ。定位置に直してもらえますか。Help me。ラストじゃないじゃん。入ってよ。いいよ。いやー頑張ってほしいな。お、どう？まだまだだね。これだとケツ引っ張れないような気がするな。うまいよ、うまい具合に持ってきたよ。こういう原理ですね。はい。多分このね、前足に引っ掛けちゃうとダメなんだよ。この前足かけない、かけない、よし。危ないね、今かかってたらキューンって言っちゃってた。いや、ファイナルアタック。よっしゃー、ありがとうございます。うさぎ狩り先輩のね、パイセンの、うさたにパイセンじゃないですけど、知ってる？知ってますよ。終了です。いや、嬉しいですね。まあ、1000円じゃ買えないですからね、これね。そうだ、特に1個目はね、すぐ取れたの、うん、よし。あら、かわいい。サムネイルで、はい、これがやりたかったのかな。それがやりたかった。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ブルーナアニマル、ウサギ狩り3体ゲットすることができました。こちらはね、茶色のウサギちゃんだけ限定キャラということで嬉しいです。初ゲットですから、このね、ぬいぐるみシリーズ。それではご視聴ありがとうございました。タイトーステーション府中クルル店でウサギゲット回でした。また次の動画でお会いしましょう。ここまで見てくれた方はもう嬉しいです。グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、マインクラフトおまけ得意ですからね、これね。どうですか。どう、いいんじゃない。届いてお願い、届いてお願い。あー、でもいいよ。ペタピーだよー。返して。お、優しい世界。すごい。さあ、久々のおまけ TV でした。これ撮りたかったんだよね。あらら、あららら。いい、いいチェストでしたね。ポケモンメザスターのタグ入れにしよう。それではもう一種類いっちゃいましょう。もう一個はなんだ。エンダーチェスト。エンダーマンのやつだ。せや、やばいやばいやばい、やばい。はいはいはい。うわー、なんでこれやってるかって、はい、ちょ、店員さんがいい感じに置き直してたんですよね。いい感じに。そう。え、そんなんでいいのって、取っちゃいますよって。隙を見て。そう、隙というよりかは狙い撃つ罠かもしれない、店員さんの。罠とか言ってたの。たまに言ってんのに。そうね、頼む。よし。あー、でもいいよ動きは。そう、プル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 2だよ、知ってる。プル2、プル2知らないし。ガンダムの話だ。おー、ほら、優しすぎた。すごい、やって正解、確かな満足。以上、おまけ TV でした。